僕はですね、ぴょこたんという名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。で、今回ですね、まあ地球上全ての人たちが今地球上どこからでもね熱狂しているこの WSOP ワールドシリーズオブポーカー、ポーカーの世界大会に出るためにですね、わざわざラスベガスに来まして、で僕が出たのは1500ドルのね参加費のですね、ミリオネアメーカーっていうやつ。デイ1とデイ2に、デイ1が2つに分かれていて、総勢ですね8000人以上が参加する。そこで今日の朝の10時からですね、先ほど11時ぐらい、今何時なんだろうこっちの時間、まあそんぐらいまでですねやって、おかげさまでですね初日通過しました。いやー、やっぱ僕プロだな。その過酷な熾烈な競争を勝ち抜いて、最初2万5000点チップがあってね、その12時間だよ。これやっぱ全部完全アウェイの世界でさ、こうやって通過するんですよ。ちゃんとこれ通過した人だけをもらえる。これだから何位とかない。ただし問題は、まあ最初2万5000チップで始まるじゃん。で僕は結構クロック要求って言ってね、長考してるやつ、長考してるね外国人にね、言葉もわかんねえのにクロックプリーズってそいつをねやって、ドブラフで勝ったりとかですね、同じタクの結構ガチメンツなんだけど、そいつらに対するヘイトをね集めすぎるプレイをね、まあこれもその裏を取ればすごいね、一気にバーンっていけんので、一時期まあチップ量がですね、最初2万5000からスタートして、どん底まで1万6000にいきなりはめられて落とされて、そっから15万点まで、一時期は15万点までいったのにですね、今となってはもうこれだけ18100点、原点よりも低い、もう虫の息の状態でなんとかギリギリ明日に向けて生きられたっていう。で一緒に来た山川さんはもうとっくにね終わっちゃいましたし、はい、オーストラリアではね、20何位、1752人中29位だった山川さん終わっちゃいましたし、でも僕はね、オーストラリア1752人中63位の僕は、今回もミリオネアメーカー最初8000人が参加の中の、今残り2000ぐらいまでは来てんので、残り1500ぐらいからインマネって言って入賞になるわけですよ。で入賞になって、そっから一気にガーって賞金が上がって1億ミリオネアになるんだけど、でも現状この18100だからさ、まあ明日始まって30分か1時間以内に勝負に出ないといけないっていう状況ね。いやでもすごくないか、結局さ、デイ2に進出するっていうのはかなりのスキルがないとダメなんだよ。いや厳しいよ。しかも参加費1500ドルじゃん。ただここで白状させていただきますと、1人1回だけおかわりができんの。もう全部飛んじゃって、ああもうダメだっつっておかわりして、もう1回1500ドル払って1人1回までね。だから合計3000ドル払ってんだよ僕は。まあそれはもともと最初からプランに入れてたの。今回このスケジュールで E3 も行くことも考えると、このミリオネアメーカーしか大きな大会出られないのね。だからまあ僕も山川さんもですね、それで10時にスタートして、まあバッドラックっつうかさ、これどうやったってこれ負けるよっていう状況、まあ特に僕なんかは、一回死んだので、もう一回リエントリーもまためんどくさい手続きを踏んで、リエントリーして1時ぐらいに再開して、そっからだからさ、だから3000ドル払ってっから、明日これでノーマネーでフィニッシュしたら僕もう破産だよ本当。だからもうそういう背水の陣で挑んでるんで、でもなんで30万にそこ、しかもここで負けたら僕10万円の別の大会にも出ようとしてるから、この40万何かっつったら、今までね韓国オーストラリアで勝ち抜いてきたポーカーのさ原資があるわけじゃん。だそれを使ってるから、ここで負けたらもうこれ以上は僕はですねビッグベットはしないから。でもまあ一応デイ2残ってるっていうこの証明ね、結構きつかったぜ。あんだけそのアウェイの仲間がいない中で、言葉も通じない中で、あんなにヘイトをさみんなから買って、で何言ってるか分かんねえ中でね、はしゃいじゃったりしてさ、再エントリーも視野に入れてる。リエントリーって言うんだけど、リエントリーがある大会はリエントリーも戦略の視野には絶対入れた方がいいの。なぜならその今ここでリエントリーすれば2万5000点からスタートで、
例えばさ、まあお金の兼ね合いもあるんだけど、残り3000点とかで生き残ったとしたって、だったらここで3000点をね6000点とか9000点にするチャレンジをして、負けたらリエントリーすればいいやっていうのもあるから、うん、まあそういうのとかが結構ね、ヘイト集めたぜ僕は。じゃあ僕のそのまあ動画もいくつか撮ったから、一応写真も撮ったからね、後でまた得意のですね作ろうとは思うけど、いや、やっぱね、こいつ、まあ、こいつとか言うのもなんですけど、最後はね、サンキューっつって帰ってきたけど、僕がずーっとロックオンしてたのはですね、この人なんだよ。これ、こいつがやばいんだわ。僕ともバチバチだけど、こいつの方がチップ持ってんの。なんだろうね、この人。まあ、この、黒人だよね。黒人でヒゲもじゃで、こいつがすげえチップ持ってるけど、そのドブラフとかを僕に仕掛けてきたりとか、僕のプレーに対して絶対にコールしたりレイズしたりっていう、まあ、僕もこいつにクロック要求2回やったりとか、まあ完全なブラフを仕掛けたりとか、あとあからさまに喜んだりしてたから、まあお互いねバチバチの感じだったんだけど、一時期はね15万点でこうグーッと押しかけて、そっから一気に潰してやろうと思ったら僕が落ちちゃったの、ブラフ失敗して。うん、そっからのね自利品のしんどさね、チップ持ってないもう虫の息の僕に対して圧力は圧をかけてくる、どんなハンドでも圧をかけてきて下ろしてくる。うん、だけどちゃんとそういう中でさ、そんな不利な中でさ、こんなんだってジャップ、イエローモンキージャップなんて僕だけだからね、日本語聞いてねえしほとんど、こんな中でちゃんとやれるっていうのがやっぱすごいよな。うん、やっぱポーカーって面白いよな。僕の卓一応さりげなく取ったけど、まあこういうファットマンたちがさ、女の人も、あ、マダムがずーっといて、マダムは僕にいっぱいチップをね貢いでくれましたね。うん、でもこういう中でさ、しっかりと頑張って自分の立ち位置を分かってね、勝ち抜いて、で明日も朝12時ぐらいからデイ2が再開しますんで、明日もしかしたら朗報があるかもしんないよ。うん、まだ生きてるっていうのが最大のポイントだね。死んだらそこでゲームセット、僕は生きてる、これが大事なことです。いやー、やっぱね、実際こうやって来てみてね、非常に良かったですよ、こうやってね。うん、あと戦利品とかレッドブルとかもタダでもらえるし、レッドブルもまあタダだけでもらえるんだけど、チップを払わなきゃいけないから、チッププリーズ、チップ、あ、プリーズじゃなくてチップあげますって言ってあげたりとかで、4000ドルさ、秋葉原で両替して持ってきたんだけど、もうこれしかなくなったからね、3000ドル使っちゃって、あとは結構これからなんかクラップスっていうのもやろうと思ってるから、それでちょっとクラップスで一撃必殺でこれから夜寝る前にちょっとやってくるかも、この後クラップスっていう、まあ7が出たらゲームオーバーになっちゃうね、熱いゲームがあるんですよ、カジノに。なこれでなんとかちょっと、でこれこうやって今出してるじゃん、これをサムネイルにして釣るから、ポーカーでね結果報告とか言って、別に自分の金なのにここをサムネイルにすればさ、お、なんだなんだってみんな来るでしょ、 YouTube のサムネイル見た人は。うん、そういう戦略で行かせていただきますんで、で、明日 Day2 でもし勝ち抜け、奇跡が起きて勝ち抜いたら Day3 で、その時にはもうほぼ億万長者とか数千万が決まってる状態ね。そして E3 に行きますから、そこからロサンゼルスに。だからね、これまた秘宝でですね、めぐみちゃん、 YouTuber のめぐみちゃんからやっぱり行かないっていう、そのちゃぶ台返しが、僕はせっかくめぐみちゃんとロサンゼルスで落ちちゃうっていうのも一つのさプランに入れてやってたのに、なんか僕のことをさ避けてるみたいで、やっぱり行かないっていうのが出ましたよ、めぐみちゃん。なんだよそれ、めぐみちゃんそのチケットとか買ってたはずでしょ、なんだよやっぱり行かないって。まあそういうのよくあることだからいいんだけどね、その分誰か適当にエレキコミックの今立さんとか探したりして、歌舞伎とか探したりして遊びますんで、まあそういうプランでいますんで、まずは明日のね僕の奇跡を信じてですね、皆さん、うん、任天堂の発表もあるけど、それよりもさておき、やっぱ僕はねポーカーで億万長者になる、まだ全然諦めてないから、1万8100点しかないけど、全然焦る必要ないチップ量だからね、プロから言わせてもらえば。うん、まあこうやってね、その本場の場所に来て実際に体感しないとわからないこととかってあるじゃん、あ、これが WSOP なんだなって。だから今回もね来てよかったよ、もし負けたとしても別にその気持ちは変わらんからさ。うん、まあぜひね応援してください。 E3 会場はね外からだったら配信できるかもしれないけど、 Wi-Fi がちゃんとしてれば、今のところこれいいでしょ、この Wi-Fi 無制限のやつ借りてるから。うん、というわけでね、まあ初日のラスベガスからのね
結果報告でした。明日もね頑張りますんで、日本代表としてね、数少ないミリオネアメーカーから Day2 に残ってる日本人なんて、で今4人確定してて、今日何人確定するかだけど、多分ね8000人の中の日本人なんて多分10人、10本の指の中に入るぐらいだから。僕日本人の代表としてさ出て、百宝さんとかも残ってるし、まあ、ガチ勢が残ってる中の、やっぱ僕もガチ勢なんだよ。試行回数少ないのに結局結果出してんじゃん。まあインマネしないと結果出せてるとは言えないよ。だしかもリエントリーしたし、だけど明日ちょっとインマネしてみせます、入賞してみせますんで、みんなぜひねそちらの方からね、そちらの貧乏くせえ家からパワーを送ってください。パワーを送っといてください。小汚いね日本という国のゴミゴミした小汚い家からパワー送っといてくださいね。頑張れよっつって、そうそう梅原みたいな感じだよ。うん、よろしくお願いします。